左利き。左利きとは、一般的に人間の手の利き手が左であること、または、そのような人のことを指す。ただし講義には手、腕だけでなく、足、目、耳のいずれかが左優位の場合にも用いられる。左利きの人は、一般的に右手に比べて、左手がより器用で、多くの動作に左手を使うことを好む。例えば、文字を書く、料理をする。 箸を使うなどである。左利きの人で完全に左利きという人は比較的少ない。箸を持つのは左手だが字を書くのは右手などがあり、抗義の意味で言えばクロスドミナンスの人が多い。これは左利きの割合が世界的に見ても低く、基本的に右利きのために作られているものが世の中に多く不便なことや親からしつけられて、 右利きに直されることが多いためである。左利きの人を指す言葉として、左ギッチョ、語源は、ギッチョから、サウスポー、レフティグーフィーなどがある。地域によっては、ギッチョは、差別用語に当たるため、放送禁止用語になっているが、日本の東北地方では普通に方言として使われており、決して差別や相手を馬鹿にしているわけではない。 1977年の統計では、成人人口の8%から15%が左利きである。また、わずかながら、女性よりも男性の方が左利きが多いという統計結果もある。この割合は、古今東西を問わずほぼ一定である。古代の壁画や石像を見ても右利きの方が圧倒的に多かった。そのため左利きが生まれるのは、文化、教育、食事など、 好天的要因によるものではない子が分かっている。しかし、なぜ左利きが少数なのか、なぜ10%前後で変動がないのかについては、はっきりとした理由が分かっていない。また一位乱生創生児が左利きである頻度は、単生児よりも若干ながら高い。以下に、左利きが発生する要因とされている説を列挙する。心臓は、左半身にあり、 右利きの戦士は右手に武器を左手に盾を持って戦う。左利きの戦士は左手に剣を持ち右手に盾を持って戦う。この結果左利きの戦士の方が心臓を危険にさらし、致命傷を負う確率が高くなる。したがって、右利きの人間が多く生き残るという自然選択説による説である。これは非常によく言われる説であるが、 かなり疑わしいとされている。まず、心臓の位置が左半身という前提になっているが、心臓は体のほぼ中央にある。よって、盾を持つ手で影響が出るとは考えにくい。また、利き腕が遺伝することを前提としているが、利き腕に関わる遺伝子の存在は確認されていない。口述。さらには、盾を使ったとされる年代や地域は限定される。弓や両手剣を使い、 盾を使わない文化圏でも左利きが出ることや、盾がまだない石器時代から左利きが少数であること、盾が滴れた近代になっても左利きが増えないことなどを説明できない。DNA や染色体異常などの突然変異により左利きが生まれるとする説。学術的な説ではなく民間で生まれた都市伝説に近い。だが、科学知識のない時代にはかなり信じる人も多く。 左手に対する前なイ,イメージを生むことになった。生物は多様化することによって、未知の伝染病や急激な環境変化に遭遇しても、全滅することを防ごうとする。左利きが生まれるのも、この多様化の一種であるとする説。しかし、利き腕の差が、その意味で効果があるかといえばかなり疑わしいと、言わざるを得ない。言語と手仕事の両面において、 より良い運動神経を必要とする場合、脳の片側の半球で両方の判断をした方が、左右両方の脳を使うよりも効率的であるという理論である。脳の左側は言語を制御しているので、脳の左側が制御する、右半身の方が発達する、左利きの人は逆になっている。他の霊長類は人間のような話し言葉を使うものはない。他の霊長類には、 引き腕の偏りが見られない。このようにこの理論では予測する。この理論にも反論があり、90%前後の右利きの人は言語を制御するのに脳の左半球を使っているが、左利きの人は左半球の場合と右半球の場合があり、可変であるという主張である。詳細については脳機能極細論参照。右利きの脳と左利きの脳の基本的な違いを、 脳スキャンで確認するいくつかの研究が行われた。通常、脳の特定部位が各作業に使われている状態で、右利きの人の脳は非常に集中される。この集中化は、左利きの脳では一般的にない。左利きの人が脳卒中の発射に見舞われた場合、右利きの脳卒中患者よりも復帰が早い。これにより、左利きの人の脳は、 脳の各所に機能を分散する度合いが高く、集中させる度合いが低いとされる。利き腕と脳についてよく言われる説で、右利きは理論に優れ、左利きは芸術など感性に優れるということがあるが、これは間違いである。確かに人間の作脳は、言語やなど、理論的なものがあり、右脳には感性を司る部位がある。そして、利き腕と脳は、クロスしたつながりが太いことも確かである。 しかし、腕の動きが活発であるかどうかと脳の活動は、ほとんど関係がない。聞き足と言語に関しては、オウムの90%が左足聞きであるという、関係がある。イギリス王室の王族の多くは左聞きである。女王エリザベス2世をはじめ、チャールズ皇太子、ウィリアム王子も左聞きである。そのため聞き手が遺伝する説の,説の説明によく用いられる。しかし、 統計としては、分母が少なく成立しない。サイエンティフィックアメリカンでは、ホワトコゼスサムピープルツービーレフト、ハンドット、アンドホワイヤーヒューワーピープルレフト、ハンドットザンライトハンドットという記事が掲載されており、研究者らは、聞き手が、生物的、遺伝的要因によって決定されるという見解で、一致していると述べられている。左利きが少ない要因としては、 左利きとなる遺伝、C 遺伝子が右利きとなる遺伝子、D 遺伝子よりも発生頻度が低く、かつ C 遺伝子を持っていたとしても左利きになるとは限らないためと説明している。また C 遺伝子は外的要因の影響を受けやすく、このことは左利きの分布に性差や地域差が見られることと一致するとも述べている。本来は左利きでも 親などの周りの大人に右利きに強制されることが多いためであるとする説。時代劇において、例えば俳優の松方広樹は左利きで、僕はもともと左利きだということもあるけど、右利きを前提とした場面の多い、立ち回りが全くできない役者でねと振り返っている。2004年、A ベルファストのクイーンズ大学博士、ピーター・ホッパーによって行われた研究によると、 人間が右利きになるか、左利きになるかは、妊娠10週間目の頃に決定しているという新発見が慣れたとのこと。今回の研究にあたって、妊娠中の女性1000人に超音波操作を実施した結果、例えば10週間目から12週間目の頃に胎児が、左手の親指よりも右手の親指を頻繁に吸っていた場合、子供は、ほぼ確実に右利きとして生まれてくるという関係性が、 明らかになったと話している。また博士らはそれ以外にも10週間目の頃の体内での手の動きと聞き手の関連性についてのいくつかの発見があったとしているが、体内において脳が手に対してそれらの命令を出しているという証はなく、また脳の命令よりは脊髄反射によるものである可能性が高いと話している。前述のように 左利きの出現が男性児よりも一卵性、創生児の方が若干高い。このことから本来なら双子として生まれてくるはずだった胎児のうち、右利きの子が何らかの理由によって消滅、または左利きの子に取り込まれて、左利きの子だけが生まれるという説がある。個人差は多く見られるが、大人になるほど利き手の変更は困難である。そのため、 日本をはじめとする世界の多くの国で幼少時に周囲の人物が箸や鉛筆、ペンなどを使う聞き手の変更を行わせようとすることが多い。しかしこの強制は本人が望んだものではないためうまく腕を動かせないストレスに加え強制の指導をする親が激しく叱ることが多く悪影響が少なくない。用の東西を問わず かつては左利きを身体障害者と考える人、地域は多く、さらには知的障害の一種のように扱う人もいた。そのため利き手の強制はかなり高い比率で、時には厳しい体罰を伴ってでも強制されていた。近年、左利きは障害ではないことが広く知れ渡ると同時に、個性の一つとして考えられるようになったため、強制する親の割合は減ってきたが、 口実の文字筆記上の不便さから、学校受験などで不利になると考え、また生活上の不便、口実を考えて強制する親も多い。また一部には、我が子をクリエイティブな能力のある子供に育てようと、右利きの子供を左利きにしようとする親もいるが、同様の悪影響があるため全く進められない。幼少時はまだ利き手が定まっていないと考えがちで、あるが、 変更しようとするイコールすでに左を多用しているわけでこの段階で聞き手は明確に定まっている。聞き手は箸や筆の持ち方とは全く異なることを理解しなければならない。幼少期の変更が多いのは適切な時期だからではなく親の影響力が強い時期であるからと考えられる。しかしながら右と左とにそれぞれ意味を持つ文化では 右手左手を使い分けが定められている場面もあり、それを無視すれば礼儀やマナーに反することにもなる。そのため時と場所によっては、聞き手に関わらず右手でなければならないことがあるのは言うまでもない。例えば、インドでは左手は一般的に排便の処理をする不条の手であり、食べ物を左手で食するのは多くの場合マナー違反である。また、日本の多くの 道や文化ではでは、聞き手にかかわらず、右優位のしきたりが決まっていることがある。これらは、ルールやマナーとして単に合理的なものもあれば、聞き手の概念にとらわれず、道としての心を培うためのものが多く存在する。世の中の製品、道具や機械、楽器などは、右聞き用に設計されているものが多い。これは左聞きにとって不便なだけでなく、危険性が高い場合がある。 また一般に、左利き用の製品は、右利き用に比べ割高であり、経済的負担を強いられる。左利きの人は、多くの場面で、右手用製品を使わざるを得ず、結果として帰って左利き用のものが使いにくくなる、ことも多い。また両利きやクロスドミナンスになる人がほとんどである。またこうした不便からくるストレスや、操作ミスによる事故を起こしやすいなどの理由から、 左利きは右利きに比べて平均寿命が9年短いという説、スタンデーコレンの報告がある。しかし、今のところ科学的な精密調査による検証は行われていない。また、集団生活において横に並んで食事をすると左利きと右利きの利き腕がぶつかるといった問題がある。建物設計でも座席間の距離は右利きの人だけが並んだことを想定している。 これは古代の軍隊でも顕著であり代表的な例として古代ギリシアの槍部隊であるファランクスも全員右手に槍を持つことが前提となっている左手で槍を持つことは許されなかった現代の軍隊でも前述のように銃火器の構造上左利きは不便である日本の警察では警官の装備は拳銃が右警棒が左の配置になっているこれは 左利きであっても変えることが認められない。そもそも、左利き用ホルスターが作られていない。例えば、武士は利き腕に関係なく、左腰に刀を刺していた。当時は、道が狭く、左利きが右腰に刀を刺していると道ですれ違う、時に相手の刀とぶつかってしまう。刀の接触は相手への比例されていたため、切り合いに発展するなどのトラブルが、たびたび発生した。 これを避けるために、左利きの者も,も左腰に刀を刺すようになった、とする説がある。中には、歴史的経緯から多数派である右利きにとって不便で、少数派である左利きにとって便利になっているものも、ある。統計によれば、高年齢層ほど左利きの割合が減少する。百九十一年に発表された論文は、この統計は、左利きの人は、 右利きの人に比べて9年も短命であることを示すものであると主張し、その原因は左利きの人は右利き中心の世界に適しておらず、この世界で遭遇する苦難のために事故で死亡することが多いためであろうと示唆している。しかしその後の多くの研究により、右利きの人に比べて左利きの人が短命であるという証拠は全くないことが明らかになっている。なお、 この視点は、マカク類、ニホンザル類に属する猿の老熟個体の右利き率について、それらが進化学的なものに根ざし、また、我々、人類と一致していない件について述べたものである。右利き、左利きどちらが透明かを述べた論文ではない。ユニバーサルデザインの視点から、右利き、左利きどちらでも快適に暮らせる社会にしようとの動きも出始めている。 例えば、大手私鉄 JR が導入しているバーレススタイルの自動改札機は、左手で使う場面も考え、剣投入口が左にほど向いている。他にも左右両開きの冷蔵庫など家電製品にも対応品がある。また左利き専用の商品もあり、そうした文具や調理器具、家具などの開発を目指す企業の集まりである。 レフティ21プロジェクトが2017年2月に発足している。左利き用のハサミは多くの文具店に見られる。左利き用品の専門店もある。京セラが発売していたカメラ、サムライは右利き用と左利き用の両方を用意していた。アーミーナイフの一部にも左利き用モデルがある。100マス計算でも左にあった数字が右に来ている場合がある。これにより、 左手に隠れてしまう数字が見えるようになり、やりやすくなる。楽器については、左利きだと弾きづらいものもある。小学校の生徒が授業で扱う教育楽器のうち、鍵盤ハーモニカは左利きだとかなり弾きづらくなってしまうが、楽器メーカーは製造費用の関係もあって、左利き用の鍵盤ハーモニカを製造していない。一方、ギターやベースについては、楽器の単価が、 教育楽器に比べて高く設定できる上一定の需要が見込みることもあり、左利き用モデルも発売されており、谷口楽器のような左利き専門の楽器店で購入することもできる。マウスにも左利き専用のものがある。三和サプライは2011年から左利き専用マウス MALG2LH を製造販売している。かつて2006年に ロジテックが左利き専用マウス MX-610L を製造を売りしていた。なお、ロジテック社新員用のゲリーノでルーカは左利きである。マイクロソフトのビル・ゲイツも左利きであるが、マイクロソフトは左利き専用のマウスはない。ただし、左右対称のマウスを基本型としているため、どちらの手でも同じように使える。スポーツにおいては、 時として左利きであることが有利に働く場合がある。また、競技場の優位性確保のため、あえて利き手でない腕を用いる場合がある。特に野球、ボクシング、相撲、柔道など直接人と勝負するスポーツや1対1で、必ず対戦するようなスポーツにおいては左利きであることが有利に採用する。右利きと左利きの人口比から、左利きが、 右利きと対戦する機会が多いのに対して、右利きは、左利きと対戦する機会が少ないからである。右利きにとっては慣れない、フォームの相手と戦う不りに加え、左利きが逆方向、逆回転の攻撃をしてくる。このため、多くのスポーツで左利きを利点として戦う選手が、トップクラスにいる、ボクシングで、世界王座13度防衛。 うちろく連続 KO 勝ちの記録を持つ具志堅陽子も、左利き。一般的にサッカーやアイスホッケーなど、相手側と対象のコートで行う球技の場合、右側には、右利きの選手、左側には、左利きの選手を配置するのが有利であるとされる。野球の左打ちは、上記の理由以外にもの理由から有利とされている。左利き打者の場合は、大半が左打ちだが、 左手、利き手をスイングの引き手にすることで、バットが振り抜きやすくなるという理由などで、左利き打者が右打ちに強制することもごく稀にある。一方、左投げでは守備位置の制限が大きく、ほぼ投手、一塁手、外野手に限られる。これは補給を右手、送球を左手で行うと一塁方向への送球の、再右投げより、タイムラグが発生してしまうことが良しである。 逆に進塁方向への送球は、右投げより早く行うことができるが、こちらの守備機会は少ない。ただ、投手の場合、左投げ投手の人口が少ないため対戦経験を積むことが難しく、アマチュアでは、一般的には、投手有利とされ、プロでも左で速球を投げる投手は、右より早く感じられるという。さらにセットポジションで、マウンドに立つとそのまま一塁を見ることができるので、 一塁ランナーの牽制もしやすい。また、この優位性が広く認識されているので、リトルリーグや中学校の野球部などでは、左利きという理由だけで当初にされてしまうことも珍しくなく、場合によっては左利きであることを理由に生徒などに対して勧誘を行う指導者も見られる。逆に、右バッターが多いので、左利きの保守は早急に不利であり特に少なく、 左利き用のキャッチャーミットは、都市部でも取り寄せでなければ、入手困難である。逆に、左利きであっても左腕で投げず、右腕で投げる選手もいる。シアトルマリナーズの岩隈久ッ阪神の鳥谷隆、ヤクルトの吉木、巨人の坂本隼人、兄のグラブを使った影響、畑予習などが、左利きの右投げとして知られている。野球選手以外の有名人では、 桃色クローバーゼットの桃田香菜子などが彼らと同様である。相撲では、古くは江戸時代に無敵を誇った大関来伝、大正後期の土俵を支配した横綱と木さん、昭和の大横綱として知られる、双葉山、白鵬時代を作った大鵬と、柏戸、黄金の左の輪島、平成に入っても、朝昇龍などの横綱、現役力士のこと正義山須の山、 大岩戸など左利きの力士が知られる。ただし四つ身との関係では、利き腕を上手にする方が、一般的、右利き、左四つ、左利き、右四つではあるものの、利き腕をあえて下手にする場合もあり、右四つと左四つを使い分ける、いわゆる、生倉四つの力士も少なくないため、一概には言えない。アイスホッケーにおいてはリンクが、フェンスで囲まれていて、左ポジションは、 フェンス際でのプレイにおいて、右利きではスティックが内向きとなり、フェンスに沿わせたパックの処理が難しく臭を打つ、体勢にも不利だが、左利きは外向きとなり、前述の点で有利であるためゴールキーパー以外は、半数近くを左利きの選手で占めるチームも存在する。アイスホッケーでは、スティックの根元を右手で持つ場合、左打ちとする。競合国代表レベルになると、 左打ちが半数を超えることも多い。右利き左打ちの有利点は、ショットの威力は落ちるものの小回りが利きパックを奪いやすい。またゴールキーパーは、右利きが多く、ゴールキーパーとの相性も良いという説もある。NHL の通算ポイントの上位ランキング選手は、中央のポジションにもかかわらず、左打ち選手は多い、現役最高のセンターとも言われるも多い。 シドニークロスビーなど優秀な選手に左打ちが非常に多い。ハンドボールにおいて右45度、右サイドに左利きを置くことによってプレイの幅が広がる。稀にセンターに左利きを置くこともある。テニスや卓球のダブルスではラケットを握る手が共に外側、または中央に来るように二人が立つことによって利き手が同じペアよりもカバーできる範囲が広がり有利である。 競馬では、左に刺さる、寄れる癖がある馬などで、左手で、鞭が、巧みに扱いその癖を抑えられるのではないかという、期待から、左利きの騎手が起用されることがある。実例としては、1954年の第21回、東京優秀日本ダービーで、左回りの東京競馬場ではうち、左側に刺さる癖が出るゴールデンウェーブが、 左利きの岩下ヒソかセを安定に迎えて、見事に優勝したことが知られている。また万栄競馬においては、普段と異なる、無知の入れ方で馬を発奮させることを期待して、左利きの機種に騎乗を依頼するケースがある。バレーボールでは、左利きの選手は、セッター対角のポジションに置かれ、主に、ナイトプレイヤーとして起用されることが多い。大林元子が得意としたコート右端から、 左端までのブロード、移動劇は、右利きのプレイヤーが行う場合よりもさらに、外側、体一つ分、もしくはアンテナギリギリの位置からスパイクを打つことができ、元子スペシャルと呼ばれた。また、セッターが、左利きの場合、右利きには、難しいとされる、2アタックを、比較的容易にこなせるため、攻撃の幅が広がるといった利点がある。中田組。 ジェフ・ストークなどが得意としていた。短距離走では、トラックが左に向かっているため、走る際に体重がかけづらい、右半身で体重をかけなければならないため一般には、不利と言える。サーフィンやスケートボードの左利きのスタンスのことを、グーフィーと呼ぶ。右利きは、レギュラーと呼ばれる。試合のパンフレットなど、公式の案内では、スタンス L などグーフィーという言葉を避けている。 単に左利きといえば、利き腕を指すことが多いが、足、眼球、耳なども左右片方を重点的に使っている。サッカーなどでは、左のポジションで、左利きが非常に有利である。なお利き腕と利き足は、必ずしも一致するわけではなく、利き腕は、右手で、利き足は、左足の人、例では、サッカーの中村俊介、野球の岩村明則など、 左手利きで右足利き、サッカーのカレッカ、野球のジェフ・ウィリアムスなども多数いる。利き目と利き腕が異なるものが銃を構える際、利き目でない目で照準を行うか、利き腕でない手で銃を持つこととなるため、そうでないものより難しくなる。拳銃ではこのような状態でも柔軟に対応可能だが、ブルース・ウィリスのように独特の構え方となる。 腕以外の左利きの不便も多々ある。酒飲みの人を、左利き、左が利くという。これは、石細工を行う職人では左手に飲みを持つため、飲みを使う手イコール、飲み手という言葉遊びからである。砂糖とも呼ばれるようになった。また、建築家のサジンゴローは左利きであったことから、命名されたという説もある。スペインでは、左利きの人というと、 悪意から犯罪を犯した人や泥棒を示すことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。